よっしゃよいしょっとお宝だよっしゃ行っちゃ行くかありがとう。よいしょっと。よいしょっと。
おお、うまそうな匂いがするぞ。向こうだ。ナツ、ストップ。モンスターが集まってるわ。何か食べてるみたい。もしかしてあれが。モンスターが夢中になるほど美味しいってこと？それ大丈夫かな。食べてみりゃわかる。行くぞ。よっしゃ、行っちゃ行くか。精霊を強くするレグレスインパクト。テイクオーバー。力のぶつけ合いってことでいいのよ。よーし、カッコ行くぞ。ペンタグラムソード。これが伝説食材で間違いないよね。じゃあ帰って試食会をしましょう。ものは残さず食う。それこそが男。ミラネ、これなら絶対看板メニューになるよ。最後にお役に立てたかしら。それじゃあフェアリーテイルに戻ってくれるの？もちろん。フェアリーテイルは私たち兄弟の家だからね。ミラさん、エルフマン、リサーナ、またよろしくね。ミラたちがいなくなると寂しくなるな。今度はお客さんとして来ますから、店長もフェアリーテイルに遊びに来てください。ああ、遊びに行くよ。みんな元気でな。一緒だったか。カナもみんなも変わらないわね。ギルドもだいぶにぎやかになったね。うん、ようやくフェアリーテールらしくなってきた感じする。エルフマン、久しぶりにやろうぜ。強くなったのは夏だけじゃねえ。男なめんな。お、喧嘩か。若くていいね。エルフマン、頑張って。うるせえぞ、てめえら。グレイ様もやるならジュビアも行きます。ちょっと、書類が。全員逮捕だ。せっかく直した
かになったものね。表へ出ろ。暴れたリンノなら私が付き合ってやる。ゲエルザ。夏、男の勝負はまた今度だ。おおこいつらをまとめられるのはエルザしかいないな。ほら待てい。捕まるもんかよ。大兄さんコーチだ。賑やかな日常が戻ってきた。見慣れたいつもの風景、そして喧騒、ようやく思い出す。ここが私たちの家なんだと。ようやくここまで来たな。ギルドのみんなで頑張りましたから。いろいろあったけど、これで全部元通りね。まだだ。お、まだ足りねえ。夏、そうだな、大切なもんが抜けている。それってギルドマスターだ。お、とうってじっちゃんだって誓ったはずだ。ここに戻ってくるって。そうよ、マスターが誓いを破るわけないもん。フェアリーテイルにはマカロフさんが必要です。帰ってこないならばこちらから迎えに行くほかあるまい。そうと決まりゃ出かけっぞ。いや、仕事だ。マスターを探し出して連れ帰るよ。よし。おいおい。ああ、なるほど。いいぞ。よし、褒めてやろう。妖精に尻尾はあるのかないのか、そもそも妖精は本当にいるのか、故に永遠の謎、永遠の冒険。
フェアリーテイルはそんな思いを込めてつけた名前です。私は自分のギルドを和を重んじる家族のようなギルドにしたいと願っていました。苦しい時も悲しい時も頼れる人がいる。どんな壮大な冒険をした後でも帰れる場所がある。今フェアリーテイルはそんな素晴らしい家族になれていると心から感じます。もちろんあなたも大切な家族の一員ですよ。いつも私たちを見守ってくれてありがとうございます。さあこれで終わりではありません。もっと上を、どうせなら大陸一のギルドを目指しましょう。あなたたちにはこれからも新しい冒険が待っているはず。大きな壁にぶつかることもあるでしょう。ですが恐れることはありません。あなたたちには頼れる仲間と帰るべき場所があるのですから。よう、うん、ほう、うん、ああ、そうか。
すまないエルザ、手伝ってほしい仕事があるのだが。おお、カグラ、なんだ、また演劇の出演依頼か。残念ながら違う、族退治の依頼だ。族退治？お前一人では手に負えんほどのか。そんな族がいるとは思えんが。まあ私一人でも苦労はせんだろうが、そのなんだ、協力した方が早く終わるだろう。うん、そうだな、私は別に構わんが。エルザ、少しいいか、聞きたいことがあるんだが。ジェラール、お前はシモンだ。こんなところで会うと、シモンのことは本当に何と言えばいいのか。別に何も言う必要はない。何を言おうと私には関係ない。まして貴様からの謝罪などいらない。そうか、邪魔して悪かった。俺は退散することにしよう。まあ待て、ジェラール、カグラもそんな険しい顔をするな。そうだ、カグラが持ってきてくれた仕事を3人でやらないか。せっかくこうして昔馴染が集まったんだな。いいだろう、カグラ。エルザがそこまで言うなら私は構わない。貴様が実力ある魔導士なのは確かだ。戦力にはなるだろう。分かった、ついていこう。よし、力を合わせて頑張ろう。どこに向かうか。ここに行こう。二人とも元気がないぞ。さあ張り切って行こう。カグラ、依頼のターゲットの族というのはこの先にいるのか。潜伏場所は依頼書に書いてあったの。まさか読んでいないのか。いや、読んではいたが。すまない、余計なことを聞いた。カグラ、そんなに喧嘩腰になるな。ジェラールも話のきっかけを作ろうとしてくれたんだろうな。想像以上に手ごわそうだ。よし、強敵だ、みんな気をつけろ。開け！この戦い！
カズオ、行くぞ。エンタグラムソード。いや。ガリルの欲がけ。もう終わりか。暴れたんねえぞ。宝箱だな。火の粉を払うのみ。勝敗は決した。降りかかる火の粉を払うのみ。降りかかる火の粉を払うのみ。二人とも、この三人で力を合わせれば何にも負けない気さえするな。案外息が合ってるんじゃない？エルサ、無理に仲を取り持とうとしなくていい。ジェラール、だが俺が過去に罪を犯したことは消えない。恨まれるのは仕方がない。今さら許してほしいとは言わないさ。だがカグラ、これだけは言わせてほしい。
なんだ。カグ、すまなかった。俺はお前やミリアーナ、他の幼馴染たちに悲しい思いをさせてしまった。頭を上げろ。謝罪などいらないと言ったはずだ。これは俺なりのけじめだ。自己満足だと受け取ってもらっても構わない。だが俺はまだまだ。危ない。だあ、くそ、気づいてやがったのか。バカ者、油断するな。ありがとう、助かった。この刀は貴様を斬るためのものだ。憎き兄の仇を討つ。その時までは抜かないと誓っていた。だが大魔党演武でエルザと剣を交え、そしてドラゴンたちとの戦いで貴様と一時的に手を組む。いろいろなことを知った。違う、お前が絶対の悪ではない。そしてエルザ、姉さんの味方であることにな。カグラ、そうだ、ジェラールは私の大切な仲間だ。もちろんお前も。だから少なくとも共に同じ目的のために戦っている間くらいは貴様を仲間と認めてやる。その時だけは私は貴様を守るためにこの刀を振るおう。カグラ、ありがとう。救われた気がするよ。俺もこの身をかけてお前を守ろう。貴様に守られるほど私は弱くないのよ。さあもう帰ろう。なんとか一件落着か。